じゃあ今からレンタカー乗ります。いやそれにしても本当気温がナイスな気温ですね。ちょうどいいです。うん、で今から、沖縄そばを食べに行きたいと思います。本当は山原そばっていうところに行きたかったんですけど、今日火曜日定休日ということでお休みらしいんですね。なのでまあ別のところに行きたいと思います。あーてか楽しみですね。さあ違う、あれじゃないですか、あれじゃないですか、あれじゃないですか。おお、これだこれだ、すげえ。はい、来ました。ここはですね、おお雰囲気ある。めちゃくちゃ雰囲気ある。しかも平日なんでやっぱ空いてますね。最高です。入りましょう。めちゃくちゃ雰囲気あるんですけど。御殿山って書いてうどん山って呼ぶんですね。で今から日帰りそばと、あとこの軟骨蒼皮そばと、あとジーマーミー豆腐を食べたいと思います。ジーマーミー豆腐、うまっ。この香ばしい感じがすごい好きです。ジーマーミー、てかこの店の雰囲気すごくよくないですか。テンション上がりますねこれ。傘をぜひ上から絞ってお召し上がりください。ありがとうございます。あっさりします。いや予報では、95% 雨マークだったんですよ。しかも雷マークまであって、まあこれちょっと沖縄 50% ぐらいしか楽しめないかなというふうに思ったんですけど、今日差しが入ってます。よかった、運がいいですよ。亜熱帯茶屋来ました。じゃあ、はい、着きました。亜熱帯茶屋ですね、さっき映したところ。今から行きたいと思います。にしてもやっぱ空気いいですわ。亜熱帯茶屋でございます。よし、ちょっと今若干雨が降ってるんですけど、でも綺麗です。居心地も最高です。でこれで晴れてたらさらに綺麗なんだろうなっての分かるんですけど、晴れてたらもう多分外にいられないと思うんで、はい、まあ良かったかなと思います。乾杯。ガバジュースいただきます。なんだろう、マンゴーに似たような甘い味がします。美味しいです。究極の豆乳チャイ、めっちゃチャイ濃いですこれ。これハゲ予防にいいですね。でじゃあ紅芋タルトいただきます。甘すぎなくて美味しいです。はあ、幸せです。こういう休日たまんないですね。のんびりすっきり空間で、いやー幸せです。多分これ3時間ぐらい僕ここにいれますね。でもちょっと次のところに行きたいので、じゃあそろそろ次の場所に行きたいと思います。あ、こんにちは、メンソーレということで、美味しかったです。じゃあ今から、もうちょっと名護の方を探検していきたいと思います。いやーそれにしてもなんかジメジメ
してますね、やっぱり沖縄なんで。あの生えてる草もなんだろう、ジャングル感がすごいですよ。そしてやっぱこう静かなのがいいですね。こう休日やっぱりこういうのんびり過ごすのがいいですね。杉並木に来ました。なんかここはさっきと打って違って風が強いので全然暑さを感じないです。いいですね。じゃあ福木並木行きたいと思います。おー、こう雰囲気ありますね。普通に家があるんですね、ここ。へえ、面白い。へえ。まあ曇ってるのはしょうがないですけど、でも静かでまったりして綺麗ですね。沖縄の海って感じです。じゃあもうちょっと海岸沿い散歩していきたいと思います。はい、ホテルに着きました。いやあれから2時間ぐらいかかりましたね。じゃあ今からホテルにチェックインしていきます。おー、なんか高級感って綺麗ですね。へえ。ズナビジネスだったな。あーでもおし綺麗よ、すごい綺麗。今日の夕飯の場所が決まりましたので、そこの会場に向かいたいと。会場みたいな。今からステーキ食べます。いいですね、ちょっと外国っぽくていいですね。さっきは大自然で、ここは国際通りなんでいいですね。いただきます。しかもここはサラダバーなので、お肉だけじゃなくてしっかりと健康的に野菜を食べられるということで、いいですね。いいですね。はい、行きましょう。あ、そうか、これでドレッシングも、あ、シークワーサードレッシングって何でしょう。シークワーサードレッシング、はい、じゃあいただきます。うお、赤肉ステーキレアで 200g です。いただきます。レアぐらいがちょうどいいですね、やっぱりこの柔らかさ。ニンニクいきます。おいしいです。あー、おいしかったです。めっちゃおいしかったですよ。はじめ量結構あったんで、あ、これちょっとお腹いっぱいになっちゃうかな、食べられきれるかなって思ったんですけど、いやいやと、美味しいものはペロリと食べられます。もっといけますか、僕。いやー、ここすごい美味しいです。あー、美味しかったです。じゃあ今日はもうホテルで戻りたいと思います。あ、でもその前にアイス。やっ、はい、ブルーシール買ってみました。2つ買ってみました。こっちが塩チーズコーで、こっちが紅芋チーズケーキです。しっかりチーズのケーキ味がして美味しいです。なんか美味しい。量もすごい小ぶりでちっちゃいんで、なんていうかちょうどいいんですよ、デザートに。美味しい。はい、ということでホテルでゆっくりしましたので、ベイツ行きたいと思います。ちなみに今日、西鉄イン那覇、西鉄インリゾート那覇というところに泊まったんですけど、めちゃくちゃ綺麗で快適でした。まあ素泊まりだったんですけど、沖縄料理をいろいろ堪能したいんで、もう全然食べなくて大丈夫ですね。はい、公設市場の方に行きたいと思います。なんかまだ朝食べてないんでお腹空いてます。那覇第一。おー、空いてますね。よしよし。
ここで食べましょう。おお、マグワ食堂に来ました。これがメニューです。うわ、地元感すごいですね、これ。楽しみ。すごいところですね、ここは。でもなんかめちゃくちゃ古いんで、もう新しいところに移転するそうです、これ。いやー、なんかまあそれはそれでもったいない気がしますけどね。いやでもここは世界観がほんとすごいです。日本じゃないみたいな。行ってからまだジーマミ豆腐いただきまーす。安定、うん、まっ、うん、うん、うん、あ、ブリブリして美味しいです。はい、グラムさんです。ここでパンケーキ食べたいと思います。はい、グラムさんに来ました。でここでパンケーキを食べようと思ったんですけど、ちょこのパンケーキが売れ切れてしまったみたいですね。11時と15時と18時で各種15食限定みたいな感じなんですけど、それが売り切れてしまったんで、ちょっと別のものを頼みました。全然暑くないです。本当に快適。気温も25度ぐらいなので、なんか天然のクーラー、ものすごい過ごしやすいです。ではでは、いただきます。うん、素朴な味の中に甘さがあって、美味しいです。お疲れ様です。よし、じゃあ行きます。あ、ちょっとなんか雨降ってますね。でもめちゃくちゃ晴れてるんですけど不思議な感じです。じゃあ今から、まあ、もうちょっとだけ時間があるんで海の方に行きたいと思います。ラストベイビー、いやー、着きました。なんか最終日、あと2時間ぐらいで車を返却しなきゃいけないんですけど、その前に近くの公園に来ました。こういうところです。お、来ましたね。沖縄に来たって感じですね。はい、という感じで、もう沖縄2日間来たわけなんですけども、楽しかったです。部活なので雨季なんですけど、でも晴れてくれてよかったですね。でしかもそのめちゃくちゃ暑いっていう感じはしないので、ものすごい過ごしやすいです。今全然汗かいてないですもん。はい、ということなので、また沖縄来ます。では、あとは帰るだけですね。はい、ということで空港に着きました。やっという間でしたね。わー、じゃあ今からここで最後ね、ちょっとのんびりしてから飛行機に乗りたいと思います。よいしょ。今からこれを買って、いきなり食べたいと思います。めちゃくちゃ空いてますよ。ラッキーです。